つまんない。美容のためにも寝ておこうっと。ねえ、サニー、寝てるの？ねえ、起きて。授業中に寝ちゃダメだよ。いや、いいじゃん。ねえ、起きて。やめてよ。ねえ、ちょっと、おねぼさん。寝ちゃダメだってば。席移動したい。あ、いいこと思いついた。風船が必要だね。膨らませるよ。これぐらいかな。素早く作業しなくちゃ。風船にフードをかぶせて。私はここに隠れる。あとは待つだけ。まただ。全然起きない。とっても疲れた。これはテストに出るよ。サーニー、あなた寝てるの？ほら起きなさい。ちょっと、うわ、それは何でしたか？あ、どうも。注意したのに全然聞かないから。困った子だね。すいませんでした。結構面白かったけど。かなり簡単な授業ですよ。では、おっと、お腹が鳴っちゃった。何か食べなくちゃ。あ、授業ももうすぐ終わりね。やった、はい、授業終了。やっとだ。さて、出よっと。宿題を忘れないで。明日までですよ。質問があるんですけど、当たり前かもしれないんですが、負けでお願いできるかしら。宿題読んでたんですが。もう出てって。嘘でしょ。彼女ってば、本当にオタクなんだから。これでやっと食べられる。よだれが止まらないわ。ラーメンの時間よ。うん、大好きなのよね。麺に目がないの。食べるのが楽しみだわ。食べたい食べたい食べたい。うん、まだ暑いわ。あ、時間もなくなってきてる。でも食べたい。わかった。このフォルダーを使ってテープを貼ったら、もう一方の端を靴につけて、うまくいきますように。やってみよっと。うわ、すごい。これで麺が冷えるわ。早く食べなくちゃ。おいしい。これよ、これこれ。休憩が終わった。はあ、大満足。みんな入ってきて、座ってください。あっという間だったな。では教科書を開いて始めますよ。うわあ、アレックスを見て。彼って夢みたい。生かした見た目でしょ。ねえ、サーニー、戻ってきて。待って、わかった。1たす1は2だ。ああ、そういうことね。アレックスに惚れてるんだ。ちょっと待った。あれはまたすごいニキビの数、なんとかしてあげられないかな。わかった。これには鉛筆が必要だね。そしてメス、消しゴムに切り込みを入れるよ。いくつか切り取っていく必要があるからね。ゆっくり時間をかけて。間違えたくないからね。サニーにとって完璧じゃないといけないから、きっと気に入るはず。ここが最初の部分。でも終わりじゃないよ。側面も切り込んでいくの。余分な部分を取り除いてハートの形を作るよ。いい感じ。よし、思い描いてた通りにできた。その後にもう一つリップを塗っていくよ。きちんと全体に塗ってね。この色合いは素敵だわ。私もこの色好き。よし、こんな感じかな。ねえ、サニー、じっとしてて。何してるの？なんでこんなことを？見てみて。うわ、とっても綺麗。続けて。ニキビを隠して。あなたって最高。あなたのためだよ。ありがとう、ジーナ。では幸運を祈ってて。ねえ、アレックス。わあ、サニー、綺麗だね。うわ、真実の愛だ。さあ急いで。私だけの空間よ。ほら見て、美しいでしょ。試してみたい？ほら座って、あなたを素敵にしてあげる。秋と冬どちらが好き？あなたは夏ね。ちょっと待ってね。よし。やだ、何してくれたのよ。うんうん、最高でしょ。この顔が？まさか。待って、本当に嫌だった？でも頑張ったのよ。もう行かなくちゃ。
いいアイデアがあるわ。ウィンディ、ちょっとアレルギーがひどくて、ただのアレルギーなのよ。泣いてるじゃない、傷つける気はなかったのよ。待って、それはスタンプ？これを使えばいいわ。うん、ねえ試してみない？何？どこで見つけたの？一体何？オッケー、よく見てて。準備はいい？まずホワイトカラーをつけて、顔のどこにつけるか決める。そうね、まぶたとか。まだ終わりじゃないわ。細めのブラシで塗りつぶして、ブラシも白く染められる。あと少し。リボンはもちろん赤、はみ出さないように気をつけてね。今度は反対側。次に黒でリボンのラインを描く。キャットアイもどう？ほら、もうすぐ完成よ。シャープなラインが欲しいわね。ゆっくり安定したストロークが鍵よ。ブラシで目の下に小さな線を入れていく。輝きの時間よ。ほら、たっぷりのキラキラ。多いほどいいわ。ピンセットで簡単につけられる。透明な粒をまぶたに沿ってのせていく。ラストよ。目の端にハイライトを足して、縁のポイントもお忘れなく。そうね、両目を揃えて。わお、とってもクール。さっきよりずっといい。そうでしょ、やってみたい？わお、私にもちょうだい。とってもクール。ん？ちょうだい、今すぐ。ほら、お金よ。引っ張りだこね。準備はバッチリ。さあ行くわよ。はあ、どれくらい勉強してたっけ。1時間？もう十分ね。待って、原子核って何だったっけ。あ、これだわ。印をしておいた方がいいわね。気分がいいわ。未来の自分に感謝されちゃう。さあ行かなくちゃ。はい、鉛筆を余分に持ってないかしら。もちろん、これを使って。ありがとう。そろそろ行くわ。またね。彼女とっても素敵ね。待って、やっちゃった。どのページだったっけ。同じ過ちは起こさないわ。これで OK。 危機は回避された。私遅刻してないわよね。わーお、1ドル札見つけたもん勝ち。イエス。はあ、よし、集中しなきゃ。さて、私の1ドルはどこ。どこかで落としたに違いないわ。うん、何の音だ。僕は見逃さないぞ。なんてことなの。本は禁止だ。へっ、しっ、ほら。わお、一体どうやったの。ページがキープできてる。しかもかわいい。これで絵をもらえるわ。これでよし、できた。はあ、よかった。ありが、なんでもない。そろそろかしら。ほら見て、私やったわ。でも一体どうやったの。特別に教えてあげる。紙を1枚用意して、三角に折る。この部分を切り落として、もう一度三角に折る。もう一度折った部分を一度戻して、真ん中も折り返す。上の部分を中に挟み込んだら、もう一度折り返す。さあひっくり返してみて。ハローキティカモン。耳もお忘れなく。もちろんリボンも。これを好きなページの角に差し込む。ぴったり。ほらね、
とっても簡単だったでしょ。最高よ。来て、トリックはまだたくさんあるの。ああ、よく寝た。あ、夜中に食べた飴。今日って遅刻だ。早くしなきゃ。うわあ、髪の毛がベタベタ。これはやばい。しかも変な匂いがする。髪の毛を洗わなきゃ。あれ、水は？おーい、水出てきて。もうどうすればいいの？このタルカムパウダー使えないかな。髪の毛にのせてみよう。指を通したら、やった、ベタベタがなくなった。まるで洗いたてみたい。これで写真撮れる。あ、あ、アクション。行かなきゃ。楽しいな、イケメン。その動きいいね。えへへへへ。嘘、あの子がいいの？私も真似して髪振ってみよう。ダンス上手だね。なんで見向きもしてくれないの？こんなの不公平よ。もっと髪の毛が長くてふわっとしてればいいのに。大丈夫？どうしたの？髪の毛羨ましくて。これスタイリングで作れるよ。手伝ってあげる。まずはヘアゴムを取って少し高めで結ぶの。ポニーテールを作ってね。横の部分を上に持ってきて、もともとあったポニーテールに合わせるの。あとは固定するだけ。似合う。これでどう？うっそ、これ私？ありがとう、すごく素敵。一緒に踊ろう。おお、いたいた。今夜は楽しい夜になりそう。髪の毛を振って、ふぅ。あの、もう少し気をつけて。仕上げにヘアスプレー。目を閉じて。芸術作品の完成。どうかな？個性的？それはいい意味？悪い意味？こんなの困る。任せて、直してあげる。バラがあれば OK。 じゃじゃーん。嘘でしょ、植物じゃないんだから。でもお気に入りのスタイルなのに。どうにか直さなきゃ。使えるものはないかな。このヘアクリップ使えるかも。いいこと考えた。髪の毛を一つにまとめたら、ヘアゴムを少し下げるの。髪の毛を分けてポニーテールを中に通したら、ヘアクリップで固定する。わあ、いい感じ。しかも簡単。すごい、どうやったの？私、この仕事に向いていないみたい。もう終わり。ん？何？ちょっと大げさじゃない？いい試合だったね。はあ、疲れた。相手のチーム強すぎ。私たちが勝ったけどね。確かに。私のショット見た？って、何してるの？このヘアゴム取れなくて。あ、髪の毛抜いちゃった。痛い。待った、このココナッツオイル使ってみて。うまくいくから。試してみるね。ヘアゴムの上に数滴垂らしたら、ヘアゴムをゆっくり滑らすの。ほら取れた。しかも髪の毛が柔らかくていい匂い。コンディショナーみたい。これ返すね。また後で、バイバイ。じゃあね。ああ、痛そう。救急車呼ぼうか。大丈夫、ちょっとこのまま休むね。いった、僕のほんの愛の印だよ。ああ、私も彼氏が欲しい。プレゼントもらいたい。ああ、また新しいポエムだ。うん、嬉しい。羨ましくない。あ、その、どうも。ちょっと、誰のこと見てんの？
私が彼女なら彼も幸せなのにな。あー嬉しい。あねえ、ちょっと私が見えてないわけ？わお。そう、私はメイクの達人。ファンタスティックだね。ああ、口紅は好きなの？私もできるよ、見てて。へへへ。まずはスティックの上をカッターで切り落とし、上まで出します。そしたら横をこうカット、反対側も同様に。そしたら三角形の切り込みを入れましょう。切った部分を滑らかにしたら、ハート型リップの出来上がり。やったね。私の愛が欲しい人は渡す相手は決まってる。よし、おう。はぁ、いけない、私ドジすぎて。待てて、今手伝うよ。何？好きです、じゃなくて拾ってくれてありがとう。ああ、はい、どうぞ。ただいま。何よそれ、ハート？消えて、顔も見たくない。じゃあ理科の授業一緒に行こう。じゃあね。なんだよ。待って、私が一緒に行こうか。私のハートをあげる、あなたのハートをもらう。1、2、3。あー、取れた取れた。あ、猫がすごい。まあでもこの努力もパーティーのため。愛しのジェイクもそこにいる。矯正器具もかわいい。そうだ、いいことひらめいちゃった。ジェイクを笑顔にする方法。でもちょっと組み立てる必要があるね。もうちょっと金具を増やすと矯正器具ができる。これを歯に回すだけ。ほーらね、彼気に入るぞ。ジェイクもう来てるかな。あ、はい、どう、いい感じ？君が一番可愛いよ。音楽が最高。今日は夜通し踊るぞ。フフー、イエー。手を上げて。ミラーボールが揺れてる。ジーナ、こっちおいで。パーティー終了か。大丈夫、歯の輝きがまるでミラーボール。すごいね、踊れ踊れパーティーピーポー、これ最高。ライトが、ちょっと二人で笑ってて。そうそう、そうでなくっちゃ。あー、お花の香りって最高。ただいま。ふう、おっと、あ、ジーナ、おかえり。ただいま。今何に座ったんだろう、ステイシーのお気に入りのスポンジ。まあいいか。なんで静かなの？ねえ、どうかした？え、何が？何にも。じゃあ行ってきまーす。もうどこへ？まあいいけど、メイクしようっと。ブレンダーどこ行ったのかな。変なの、ここのどこかに。あ、あった、よかったよかった。なんで半分に？ジーナ！は？なんだ夢か。また寝ようっと。もう信じられない。あ、物置いてったね。なら問題なし、歯磨きを使えばスポンジの形を保てます。これをビニール袋に入れて水で満たす。口を閉じたら魔法の出番。おお、うまくいってるかも。じゃーん、ほら元通りになった。これでよし。このライフハック本当にうまくいく？うまくいかない？コメント欄で投票してね。ふう、ネイルしないとな。あ、どうも。よく来たね。
今日はどうしようか。あ、ちょっとイメチェンを。いやいや、そんなのより派手に行こうよ。ささ座って。いや、ちょっと軽くのつもりだったんだけど。大丈夫、最高にしてあげるから。可愛いんだけど、これ本当に任せて大丈夫なの？もちろん。はい、眉毛ね。あの、ナチュラルメイクがいいんだけど、プロに任せて。あ、くすぐったい。この色似合ってるじゃん。よっしゃ、また最高傑作ね。ご覧あれ。どこが、わーお、わ、すごい。本当ありがとう、あなた天才。お絵かきって楽しい。次は絵の具を使おう。これは楽しそうだぞ。ウィー、絵描きだぞ。絵描きチークを少々。お次は香水。うん、いい香り。リップも忘れちゃダメね。あ、これ空っぽだ。別のを使うよ。なんでこっちも。いや、待った、わかった気がする。あ、やば、自然に自然に。うん、私のメイクで遊んでた。おお、これいいじゃん。色がして、あ、おっと、直せるかな。やった、私大人だ、とっても綺麗。ああ、マジでありえない。ねえペニー、私のメイクで遊んじゃダメ、ただの事故だったから。諦めて。そうだ、何何何、その筆貸して。筆って、貸しなさいよ。やだ、私の。バイバイ。ああ、もう追いかけさせないで、捕まんないもんね。くらえ、もう時間の無駄、逃げろー。おお、キャンディー、エネルギー補給。うん、届かない。これが欲しいなら筆を貸して。ノーとは言えない、でも貸してよかった。うん、おいしそう。これでメイクが直せる。筆にちょっとの絵の具をつけてさ、それを唇にのせる。別の色を隣に。これを続けていくよ、ちょっとずつちょっとずつね。とってもカラフルになった。これがラスト。残りの半分は唇を押し付け合うとカラフルなリップメイクが出来上がり。まるで虹みたいでしょ。お次はアイメイク。目尻を上げてこう、いい感じでしょ。もっと可愛くしよう。頬にハートを描いて、反対側もよし、これで OK。 あ、ちょっとペニー、汚しすぎだって。うわー、びっくりした、綺麗でしょ。とっても綺麗。半分あげる。本当は払った。ジェイクのダンスマジウケる。ああ、おはよう。あっち行こう、話しかけないで。挨拶しただけなのに。あ、なにこれ。わあ、コスチュームパーティーだ。楽しそうだけど。いや、そうだ、私だっていける。準備しよう、いい考えがある。作業開始。まずは目から。目尻を跳ね上げて、さらにつけまつげ。長いまつげで目を強調。つけるのも簡単ね。このブラシでまつげを持ち上げて、下にアイライナー。これで十分。下のまぶたは自然な色で、これが下地になるからね。そこにまたアイライナー。そしたらフェイスペイントしよう。鼻先に黒のペイント。唇の周りにもね、おひげのようにピンと。上唇はこんな感じ。あとはこうして点々と。本ひげも何本か描くと、ほら、いい感じ。それじゃ服を選んで、可愛い猫に大変身。行ってきます。
さあパーティーへ。楽しみだな。おっと、尻尾が引っかかった。邪魔だな、もう。ヤッホー。おお、あれはペニー。わあ、ダンスする？もちろん、私イケてる。ああ、こんな格好じゃもういられない。あれ、帰っちゃったね。これほんと楽しい。ヘアスタイル OK。 お次はメイク。輪郭を強調。わあ、これ簡単。チークも欲しいね。控えめに。これ仕事にしようかな。わあ、こうすれば早いじゃん。あ、ペニー、何してんの？え？どう、これどう？メイクやってんの？やりすぎだよ。こうやる方がいいんじゃない？そうやったつもりだけど。それなら OK、 やり直し。まずはメイクを落とす。ここは簡単ね。そしたらこのスポンジを使う。上にファンデーションを垂らしてお肌にトントン、均等に伸ばすよ。お次は色のクライスティックで頬骨と鼻筋にラインを引く。そしたら明るい色で額に色を足す。上から下へ。これでお肌のトーンに変化ができる。それじゃなじませよ。綺麗なスポンジを使って優しくトントン。これで色同士がなじみ合って理想の見た目が完成する。まだやることが残ってるけど、もういい感じでしょ。なじみ残しがないように。これで終わったかな。そしたらチーク、筆で軽く撫でるようにハイライトを当てる。アイシャドウはきらびやかに。まだ終わりじゃないよ。リップが残ってる。この色を肌と合わせたら、全然違って見えるよね。どう？良くなった？わあ、めっちゃゴージャス。ありがとう、ステイシー。待って、遅いな。まだかな。お腹空いてきたんだけどさ。今のうちにメイクチェック。あ、ちょっと微妙かも。手直しがいるな。リップはどこだっけ。鏡がないや。スプーンを使うか。あ、その、うわ、お下品。まあ大したことないし。あ、鏡ちょうどあったじゃん。気をつけて。おや、今のは一体？おう、ほんとごめんなさい。痛いんですけど。あら、眉毛どうしたの？え？うわ、これも最悪だ。マットに見せられる顔じゃない。何か手助けができればいいけど。あ、お水はいかが？いらないって。よし、十分助けた。そうだ、これ使えばいいじゃん。スプーン？本当に？まずはメイク落としてスプーンを当てる。これで眉毛の形が作れる。上に当ててペンシルで線を引く。輪郭が決まったら塗りつぶすだけ。これで眉毛が完成。リップも一緒に直しちゃおう。こうやって塗るだけ。とっても簡単ね。よし、これこれ、これでなくちゃ。ステイシー、とっても可愛いよ。マット、間に合ったね。あー、ハッピーエンドじゃないの。ほんと最高。うん、学校って退屈。携帯があるだけマシだけど。やだ、服が。もう着られないわ。待って、なんとかできそう。
色鉛筆を使えば。うん、これだわ。これを服につけてもっと足していく。一番下までずっとね。シミが隠れるまで。いい感じ。とってもカラフル。誰にも言わないでね。ありがとう、ありがとう。そうなの、私ったらすごく綺麗。学校のクイーンになれるわ。でもドレスを探さなくちゃ。うん、なし、パス。え、こんなの嫌。どれもダメね。待って、あったわ、これよ。美しくて芸術的。宝石まで、とっても綺麗。夢みたいなドレスね。きっと似合うはずよ。待って、いくらですって？ドレスだけで？クレイジーだわ。買えるといいんだけど。どうかしら、これじゃ足りないわよね。縁がなかったみたい。憧れだったけど。ちょっと待って、いい考えがある。ちょっと失礼。スペシャルに作り変えていくわ。テーブルに置いたら黒のマジックで胸に線を引く。次に肩にも線を。反対側もね。首にも描いていくわ。ハサミを出して線に沿ってカットする。ミラー生地を細く切って首周りとウエストにつければもう着られるわ。わお、すごく素敵。キラキラのパンツと合わせたらシックでスタイリッシュ。しかもとっても簡単。パーティータイム、イエーイ。ジャスミンがプロムクリーンだ。やったー、快適な時間。一人時間はレアよ。気分転換になるわ。しっかり満喫しなくちゃ。あら、何？あら、ジャスティン、待って、15分準備しなくちゃ。すっかり忘れてたわ。急がないと。髪を直す時間がないわ。パウダーをさっと。これでよし。かわいいシャツね。もう少し。私に似合うジーンズも。うん、思ったよりきついわね。ちょっと入って。時間がないの。どうして入らないの。はあ、イライラする。もう一回。よし、入った。ふう、よかった。前言撤回、行かなくちゃ。ちょっと待って、からかってるの？なんかスースーすると思ったら、ああ、最悪よ。今度は何？あ、着替えなきゃ、今すぐ。そうだ、わかったわ。このレース生地を使うの。そしてハサミも。レースを半分に切って縫い目に沿ってジーンズもカットする。裾まで全部ね。縫い目に接着剤を塗ったらレースを貼り付ける。取れないようにしっかりと。これでよし。思った通り。早く見せたいわ。すごく簡単ね。ジーンズがマキシスカートになった。はい、今行くわ。うん、いいストレッチね。熱を燃やせ。勝手に筋肉がつくことはない。努力なしに結果なし。やだ、ジャスティンが私を見てる。アピールは苦手なの。ふう、鏡でチェックしないと。はあ、嘘でしょ。これで気を引いて。無駄のない鋭い動きを。あら、効果なし。じゃあ違うアプローチで首を回して、さりげなく髪をなびかせる。シャンプーの CM ができそうね。ああ、めまいがしてきた。ふう、ちょっと休憩。彼まだ見てくれない。ねえ、雰囲気が台無しだ。筋肉とデートなんだ。ふん。そんなわけ。どうしてなの？今わかったわ。ひどい髪。直さなくちゃ。やり方はわかってる。こうすればいいのよ。ジャスティンを驚かせるわ。発泡スチロールポールの先を切り取る。このくらいね。髪に巻きつけて。しっかりタイトに。これを固定するの。ネットを使うといいわ。パーフェクト。反対側も同じよ。これですぐカールができるわ。あとは待つだけ。驚かせてやるわ。ね、ジャスティン。今度は何？何をつけてるの？見ててね。ちょっと待って。セットが終わったばかりなの。ジムでこんなの初めて見たよ。最後の一つ、髪をなびかせて。どう思う？気に入った。うわー、とっても素敵だ。その反応を待ってたの。うまくいくと思った。ねえ、ジャスミン、後で遊ばない？リフティングを見せてあげる。代わりにディナーはどう？へえ、いい感じ。わお、すごいポーズ。なんて繊細なの？素敵だわ。わあ、これが気に入ったわ。まるで見つめられてるみたい。いいカップルになれるはず。本当に素敵。待って、これはタトゥー？どんな柄？すごくクールね。愛のハートも可愛いわ。私もタトゥーがいるかな。このままじゃつまらないわ。でも針が怖いし。待って、このステッカーがあった。タトゥーはいらないかも。代わりにこれを使うの。試してみよう。下地を剥がして
腕の上に置く。しっかりつけて。次はメイクカラー、オレンジにしましょう。ハートを埋めていく。次はブルーアイシャドウ。きっと可愛くなるわ。もっと早くやればよかった。本物のタトゥーみたいになるわ。針も見なくていいし。わあ、思ったよりいい感じ。セルフィータイム。これをアップ。ジャスティンも見るかしら。わあ、もういいねが来た。あら、メッセージも。信じられない。もちろん行くわ。ジャスティンとデート、やった。準備しなくちゃ。はい。やだやだ。一体何なの？誰がこんなものを置いたのよ。意味わからない。すごい顔してたわよ。笑ってくれてありがとう。もう、わあ、転んじゃう。ああ、痛い。これは何？ハローキティ？プレゼントに？まあできなくはないけど。ねえウィンディ、何？これどうぞ。え？本当？これを？ははミャウ。え？ウィンディ、あなたなの？気に入ったわ。こんにちは。ハローキティって呼んで。いいわ、最高。ねえ聞いて、今すごいものを見たの。待って、落ち着いて。何が起きたの？彼にデートに誘われたの。イエイ、いいじゃない。でも待って、まさかその格好で行かないわよね。あー、全然ダメよ。え？うん、大丈夫。よし、これならバッチリよ。私を信じて。わあ、ありがとう。はい、こうやって解けばいいんです。うん、全然数学に集中できない。うわ、かなり臭い。ね、ガム持ってない？え？あー、待って、これはどう？あら、ありがとう。うーん、どういたしまして。ふう、かなり良くなったわ。じゃ、これはもういらないわ。ちょっと失礼。あー、やっと終わった。さあ、行くわよ。やだ、ダメだわ。え、接着剤みたい。気持ち悪い。ジャスミン、そろそろ行こうか。君のためなら永遠に待てるけどね。あ、どうしましょう。助けて、ガムの緊急事態なの。待って、落ち着いて。いい考えがあるわ。必要なのはほんの少しの愛情だけ。つまり愛のシンボルね。ガムの周りをカットする。こうして切り抜いて、周りの部分を塗っていく。ハートもしっかり塗ってね。こんな風に元の場所に置く。ピンで留めれば完成。とってもキュート。まるで新品のジーンズみたい。ガムの跡はどこにもない。ありがとう。いいのよ。じゃあね。シャワーの時間、ずっと楽しみにしていたの。あー、気持ちいい。ラン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 、シャワー大好き。歌手になれるかも。よし、乾かそう。素敵な色、自分だけのレインボーみたい。出かける準備しなきゃ。髪の毛どう？ちょっと変えてみよう。待って、そういえば前、いった、やけどしちゃった。問題ばかり。コンセントが絡まっちゃった。あ、何が起こったの？やめとこ、危ない。使わない方がいいかも。怪我をせずに髪の毛を巻く方法ないかな。そうだ、洗濯バサミ試してみよう。物干しに髪の毛を巻くの、こうやってね。
洗濯バサミで髪の毛を固定したら、あとは待つだけ。見た目は変だけど、うまくいくはず。綺麗に巻けたかな？変な気分。いい感じ。行ってきま、うわー！もう、なんで怪我させようとするの？見て。お、そのブレスレット。これ？ダイヤモンドだからすごく重たいの。へえ。私はこれ。イヤリングかわいいでしょ。綺麗。羨ましいな。じゃあこれは？すごくない？私なんて笑顔が光るよ。信じられない。あ、そうだ、これで負けない。髪の毛にキラキラ。どう？嘘でしょ。あれ、どこ行っちゃったの？落ちちゃったみたい。恥ずかしい。私はこれよ。それは何？キラキラをこうやってつけるの。簡単でしょ。いろんな色があるよ。わあ、すごいでしょ。このスタイルかわいい。私の髪の毛なんてつまらない。眩しい。ああ、何も見えない。目が。これでよし。わあ、この髪型かわいい。素敵だな。私も髪型変えたいけど、どうしよう。ものは試し。ハサミが必要。よし、大丈夫。髪の毛だけだから。私ならそんな風に切らないわ。ほら見て、ハサミちょうだい。危なかった。一体どうすればいいの？ああ、いいこと考えちゃった。ヘアゴムで髪の毛を結んだら前に出すの。あとは残りの髪の毛を編むだけ。楽しみだな。あと少し。後ろ完成。上の部分を離したら編んだ髪の毛を中に入れるの。しっかり通してね。あとは前髪。ヘアアイロンで整えよう。熱を少し与えれば OK。 広げたら完成。やった。モデルみたいになれたかな。何したの？どういうこと？ハサミないのに。私すご腕みたい。新しい学校楽しみ。おい、タンポンばらまいてる。うわ、なんか面白い。うわ、信じられない。幸先良すぎってか。でも逆境は利用しないと。実はタンポン、ウェーブヘアを作るのにうってつけ。サイズもちょうどいいしね。こうして縛って待つだけ。ほら、ファビュラース。わお、それすごいね。たくさん持ってきたから使ってみる。やってみる。鼻水にも、はい。新しい服ってテンション上がる。中身も変われる気がしちゃう。でも古いストッキングは、うわあ、ほら、やっぱり。どうすんの？もう一足あってよかったけど、
では気を取り直して、そーっとそーっと、なんなの、運が悪すぎ。こっちならどう？オッケー、綺麗なやつだ。ちょっと、なんでこうなるのって、念のせい？もう無理。この古いやつだったら最初から、うわ、見ただけでわかる、でっかい穴が開いてる。もうお邪魔しますよっと。そんじゃ金目のものをっと。他には何があるかな。お花ね、彼女へのプレゼントだ。あー、顔が素敵なんだよな。もう来、金持ちの家っぽいな。あーい、人がいた。ってなんで泣いてるんだ。タイツがネイルのせいで破れるの。ははは。何？俺だって持ってるぜ。ほら、これをやる。でも指が。手袋をしろよ。ほらよ。手袋？そうか、ありがとう。本当だ、電線しないで履ける。引っ張り上げても大丈夫。ありがとう。この足素敵じゃない？この泥棒優しいな。実はだけど、君にはこの花もかなわない。ああ、ありがとう。ん？いや待てよ。あっとっと、ずらからないと。泥棒じゃん。はい、ジーナ、この服どう？かわいいでしょ？いや、ほんと綺麗。あ、もう、お腹空いちゃったよ。なんか楽しい噂でもある？そうね。あ、ちょっと見て。このマーク素敵。こっちのやつも。うわ、スカートの上に、紅茶がかかった。なんでそんなどんくさいの？ごめん。あ、なんとかする。ああ、今日は何でも落とす日だ。これで。何？役に立ったとでも？待って。そうだ。何？スカート貸して。なんか案があるなら、魔法のようなライフハック。ボールにスカートとたくさんのティーバッグ。ここにお湯を注ぐと、ほら、色が出てきた。しっかり浸して1日染めれば新しいスカートの出来上がり。ほら、どんなもんよ。はい、前より可愛くなってる。わあ、まるで女神みたいな子だ。声かけよう。ああ、またかい。あれ、ここはどこだ？あ、オタクの顔にしよう。何も起きない。壊れてる？え、なの？あ、あ、あれ、何が起きてる？わあ、いけちゃったかも。似合ってるし。わあ、って、全部夢だった？オタクのまんまだ。もう、わあ、映ってるみんな超素敵。羨ましいな。私もそうなりたい。お、これは、何？あんた、その眉毛なんとかしな。ピンセットで抜くんだよ。雑誌にバカにされた。だって、言うほど変じゃないでしょう。いや、何かしないとダメかも。でもピンセットなんてないし。あ、ペンケース、何か使えるものがあるはず。のり、違う。あ、眉毛ブラシ。じゃ解決しない。ならすることは一つ、ショッピング行こう。わあ、いろんな製品がたくさんだ。絶対売ってるはずだよね。でもどこだろう。あった。わあ、いろいろあるな。こ
これにしよう。ちゃんと仕事をしてくれるはず。これでつながり眉毛ともおさらば。これください。はい、それじゃあ、ま、これで足ります。え、50ドルなんで。ピンセット一つでお金が足りない。ならいいこと教えるよ。効果を使えば眉毛が抜ける。信じて。わかった。でも痛くない。やってみればわかるよ。コインをつまんで毛をつかむ。そうすりゃ毛がどんどん抜ける。掃除機のある店でよかったね。はい、終了。見てごらん。わあ、すごい。ありがとう。お安いくよ。もうすぐ終わり。よし、ママが髪のお手入れしろって言うのよね。わあ、でっかいニキビ。無理無理、潰せない。でもさっとやれば。うわっ、でもすっきりした。あとはこれを拭いていくと。わあ、ベタベタする。でも良くなった。じゃあおやすみ。ふかふか。はあ、ぐっすり寝た。うわ、全部がぼやける。メガネワット、これでよし。うわー、よくない。ニキビだらけだ。一体どうしたの、その悲鳴は。うわー、これは何とかしないと。顔が最悪。大丈夫、何とかする。メイクで直せるわ。心配ない。普通はコンシーラーを使うんだけど。それで大丈夫？全然。いや、無理。他の手段を探すわ。あ、これがいいかも。何それ。ニキビパッチよ。とっても便利。このパッチをニキビに貼っていく。たくさんあってよかった。これで大丈夫。こんだけ。まだまだ、もうちょっと。それじゃあ剥がすわよ。ほら、ニキビが消えてく。お肌ツルツル。見てごらん。わあ、すごい。魔法みたい。最高。ありがとう、ママ。いいってことよ。愛してる。じゃあ体育終わり。シャワーを浴びて。おお、汗臭い。シャワーシャワーっと。急げって。できた。あー、気持ちいい。あー、やばい、逃げろ。へい。変だな。まあ、いっか。さて、服を着ないと。タオルでうろうろできないもんね。あれ、服がないんだけど。うわ、嘘でしょ。待てよ、これがある。あとこれも。悪くない。ははは、最高。じゃなくって、着られるものが何かあるはず。あ、このヨガマットが使えるかな。長さはぴったり。おっと、誰も見てない。恥ずかしすぎる。ん、あれは何。ああ、ちょうど探してたんだ。誰にも見られないように。もうちょっと。お、筋肉すごい。将来の彼氏も運動好きかな。あとちょっと。ねえ、じゃあ黙って借りるよ。そうそう、これでよし。でも下がない。何か考えないと。あ、そうだ、ちょっと手を加えれば。パーカーの真ん中を慎重に横に切る。これでよし。これを逆さにすればスカートの出来上がり。後ろで止めれば OK。 これをベルトで固定。かわいいでしょ。うん、これ仕事にできるかも。それじゃ授業に行こう。最高のドッキリじゃんね。あれ、なんで服があるんだ。はあ、何があった。まあ別に知りたくねえけど。
あ、お客さん。どうも。ヘイ。何にしようかな。このケーキください。オッケー。どこに座ろう。ケーキ大好き。あ、アレックスだ。はーい。うわ、ガリ面白いな。俺見られてないよね。一緒に座っていい？いや、そのもういっぱいなんだ。俺のカバンで。ああ、それならいいや。意地悪された。ほら、もう一つ分けてあげる。それはそれで。もっとおまけのケーキのせいで焼け食い。今日は最高だ。やめとく。元気づけようと思っただけなのに。わあ、そのメイク素敵ね。あ、どうも。やり方教えてくれる？スプーンとフォークでできるよ。冗談だよね。いいや、じゃあやるよ。スプーンを目に当てて上側をアイライナーでなぞる。残りは手で塗りつぶして。ほら簡単。次はフォーク。角度をつけて間をこうやって塗る。羽みたいな効果になるよ。あとはまぶたの縁をなぞるだけ。ラメも足そうか。ほら見た目がいいでしょ。これで完成。へへ、ヘアスタイルも変えよう。わあ、これいいかも。美人になった気がする。ありがとう。いいってこと。ほら行きな。そうだった。ねえ、アレックス。ギャービー、いるのを気づかなかった。一緒にパーティー行かない？おお、楽しそうに。そうする。やった、デートだ。わー、アレックスに誘われた。楽しみだな。でもこの服じゃダメだ。何着ていこう。そうだ、って服がない。服のショッピング行かないと。お姉ちゃん、ファッションデザイナーだよ。ちょっと、それ私の。人の服着らないで。でも可愛くしたくって。何よこれ。私好きだけど、これ使ってたの。おもちゃ？最悪。おもちゃじゃないって。ほら、何にでも宝石をつけられるの。これパリで流行ってるみたいだよ。おう、最先端デザイナーは大変なんだ。わあ、とっても綺麗。じゃあその才能に報酬ね。わあ、ありがとう。デートの準備できた。頑張れ私。最後の仕上げっと。あとはちょっとのチーク。あれ、ブラシは？あ、これ役に立つじゃん。切ったって気づかないでしょ。これをペンシルに刺して使うだけ。 DIY メイクアップブラシよ。ねえ、そろそろ行かない？手を洗わないとな。この石鹸の香り気に入ったわ。いけない、滑りやすいわね。捕まえた。あれ、冗談でしょ。ちょっと石鹸おとなしくしなさい。横に滑るのはなしよ。ああ、もうなんでそうなるの。何かできることはあるはずよ。ああ、トレイね。そうそう、はい、お入りなさい。そこが新しいお家。まったく。あれ、どういうこと。石鹸がぐにょぐにょになってる。うわ、こういうの耐えらんない。もう、いや、使いたくもない。もういい、新しいの使おう。でもトレイに入れたら二の舞よね。考えて、ゼニファー、考えて。そうだ、その手ね。いつものホットグルーを使うときよ。黄
綺麗に長方形を作って口を内側に開けて滑り止めの波も描けばこれでよし、完璧。さて手を洗いましょう。新品の石鹸って気持ちいいわ。そしてその石鹸がここに乗るというわけ。うまくいった、水がはけてるわ。これなら石鹸が滑らずぐにょぐにょにもならない。一件落着。このセッティングパウダーすごいわ。お次はペンシルで眉を少し塗りつぶしてね。うわ、全然ずれたし。なーに、直せばいいのよ。あれ、もっとすごくなった。そしたらこっちを揃えなきゃ。アジュリー、長くかかりすぎじゃない？眉毛が育ってく。はぁ、なんでそうなったの？笑わないでよ、またやり直し。平気よ、助けてあげる。ほら、鉛筆貸して。コツは毛抜きよ。見せてあげる。ペンシルで毛抜きの先に色をつけるでしょう。そしたらそれを使って輪郭を作る。わあ、うまくいった。ねえ、これで形が安定するわ。あとは整えてなじませて。これ本当に天才。わあ、うまくできたわ。メイクの救世主ね。どういたしまして。ああ、遅刻するわよ。イエーイ、バブルバスのお時間。リラックスしちゃうんだから。タブレットも用意したから長く入っちゃおう。動画を眺めるわよ。あ、飲み物も欲しいわね。あ、このチャンネル大好き。あ、ドリンクが空だ。これはここに置いてっと。よし、これでファンタが注げるわ。あー、タブレットがどこ行ったの。救出しないと。あー、バブルバスのお時間。動画が楽しみだわ。でもタブレットが危なっかしいな。何かできることはないかしら。あ、洋服ハンガー。これなら絶対うまくいくわ。これを引っ掛けてジップロックを用意すれば場所も安定するし濡れずに済むわ。これをハンガーに挟めばっと。よし、これでお風呂が映画館に。バブルバスにおしゃれなストローに。さて、動画と。あー、もうびしょ濡れ。ぐしゃぐしゃじゃん。髪もダメ、メイクもダメ。うわー、めっちゃ降ってたわ。傘持っててよかった。そんなずるい。うわ、何があったの。お天気にやられた。あー、髪の毛なんとかしないとね。あー、そうだわ、いいこと思いついた。ほら、あそこのハンドドライヤー。頭を下に入れて。うまくいくから私を信じて。よし、そうよ、これで髪を乾かして。おっそ、髪の毛きれいになった。ほら、言ったでしょ、ずっと気分良くなったわ。あー、朝シャワーのお時間ね。髪はキャップで守って、ボディースクラブを。おお、これで体中綺麗になってやるんだから。よし、これで十分ね。ゴシゴシゴシと綺麗なお肌。
背中に届かない。わぁ、体が硬い。もう、いや、壁を使えば。ダメね、大失敗。そしたら、そうだ、グルーガンの出番。波線を描いて、よし、そして間に点線を描く。わあ、かわいい模様になったわ。よし、これでいいわね。うまくいくかしら。ああ、いいかも。手を使わずに背中を洗える。この仕事してるといろんなやつが来る。まったく。お、また客が来た。今夜のパーティー楽しみだね。おお、なかなかの格好じゃん。ああ、ミンディ、決まってるじゃない。パーティー向けの装いってやつを分かってる。靴までスタイリッシュだ。ああ、ただ待った。そのまま入らせはしない。このパーティーには身長チェックがある。ジェットコースターみたいなもんだ。つまりお子ちゃまは禁止。そんなのあり。ほら、背丈が足りるかチェックするよ。壁に立って。どれどれ、科学的根拠に基づいてるからね。おお、よし、十分背が高い。入んな、パーティーが待ってる。ああ、ジョン、後で話がある。いいね。はーい。おお、心臓止まるかと思った。存在感がなさすぎるんじゃないか。で、どれどれっと。それでよそ行きのつもりかい。はは、靴下と靴変わってるね。それがイケてるって思ってるわけ。おい、ジョン、この子見なよ。だろう。んー、じゃあおいで、身長チェックするからさ。わかった。あー、ほど遠いね。でもパーティー。悪いが、別のとこでパーティーしてきんな。はぁ、お願い、私だけ見逃してくれない。今なんて聞き間違いか何かか。お願い、お願い、お願い。ダメだ。私がダメって言ったらダメって意味なんだよ。さあ、もうあっち行きな。そう言われると、その怖いんだけど。帰んな、ったくガキが。じゃあもういい、もう帰る。あんまりだ。むしろあんなバカみたいなパーティー行かなくて正解だ。どうせあの人みたいな意地悪ばっかりなんだ。どうせ。でもこれからどうしよう。何かできることないかな。あ、ちょっと待って。あは、考えが浮かんだ。これなら絶対うまくいく。一度靴を脱いで、靴下をくるくる巻く。そしたら足から外すでしょ。そしたらさらに丸めて形を整える。ドーナツの形を目指すよ。これでよし、靴下がコンパクトになった。そしたらそれをかかとに入れる。その状態で靴を履き直す。よし、じゃあどうかな。全然違う、天才アイデア。靴下が背を高くしてくれる。じゃあ行こう。パーティーに参加したいんですが。またあんた、帰れって言った。待って、身長チェックを。ああ、わかった。どうせさっきと変わらないと思うけど、ま、好きにすれば。ほら、だろ、さっきと身長が変わって。あれ、背が伸びてる。どういうことだ。一体どうして。おかしい。ルールなんでしょ。わかった。入んな。
おー、やったー、パーティー今行くぞ。んじゃ入んな。どういうことだ、あんなに背が伸びて。遺伝ってやつかな。あと少し。やった、できた。ん、何してるの。あ、起きてる。私の髪の毛が何したの。前髪切られちゃった。もう最悪。緊急事態ね。私にぴったりなものがあるはず。あ、これいいかも。すぐに元通り。わお、かわいい。カチューシャをつければ完璧。ふう、これでよし。これで問題解決と。何を書こうかな。バギー、完璧なモデルちゃん。動かないでね。どう思う、可愛いでしょ。目がそっくり。何してるの。それ私に。気に入ってもらえるかな。ワクワクする。うそ、猫耳。わお。あ、そうだ、バギーと一緒。お揃いじゃん。大好きだよ。すぐ戻るね。はーい。ん、電話、もしもし。そうね、いいかも。ママ見て、猫だよ。あら素敵。あ、私の猫耳が壊れちゃった。こんなのつけられない。お揃いだったのに。どうしよう。アーシュリー、心配しないで。私に考えがあるの。髪の毛で作りましょう。まずは3つは編み、反対側もね。少し曲げたらヘアピンで留める。こっち側も。ほーら、かわいい猫になっちゃった。本当に。わあ、ママ本当だ。バギー、お揃いだよ。今日はこの髪型で過ごそう。楽しいね。自撮りしよう。はい、チーズ。いい写真。おお、あれ見て、ヘリコプターじゃない。アーシュリー、ほら。わあ、本当だ。風が強い。こっちに来た。わあ。あはは、髪の毛ぐちゃぐちゃ。うそ、もう最悪。似合うよ。大丈夫、ブラシあるから。ありがとう。時間がかかりそうに退屈だな。やっと元に戻った。ミンディ、起きて。はい、返す。よくなったね。そうだ、でも飲もう。やばい、戻ってきた。わー、髪の毛守らなきゃ。あ、いいこと考えた。髪の毛持ってるからくるくる回って。まだまだ、あと少し。できたら一つにまとめて、このゴムで固定するの。わお、この髪型いいかも。これでリラックスできる。あ、戻ってきた。わざと近く飛んでるでしょ。でも問題なし。ミンディって本当に天才でしょ。もう一回自撮りしよう。イエーイ。集中しなきゃ。これで最後、ネックレスの出来上がり。わお、早くつけてみたい。ん、あー、すっきりした。あ、ネックレスが。うーそー、
1日かかったのに。もう、ミンディどうしたの？ネックレスが壊れちゃって。それだけ？ふう、うわぁ、いた。気をつけて、ビーズが落ちているよ。みたいね。明日痛くなりそう。ママごめん。髪の毛にビーズ入ってる？うん。どうしたの？いいこと考えちゃった。じっとしてて。三つ編みを作るの。細くしてね。ヘアピンで留めたらビーズを通す。慎重に慎重に。ヘアピンを縦にしたら髪の毛にビーズを通して、こうやって上にずらすの。三つ編みだから落ちてこない。完成。ママありがとう。私の髪の毛いつでも使って。あ、頭痛が。お腹すいた。集中しないと。ん？あれ、おいしそう。ミンディ大丈夫？あの時計そんなに好きなの？ミンディ、ミンディ、どうしたの？なんでもない、気にしないで。みんなよく聞いて。うんうん、そうだ、おやつの時間ずっと楽しみにしていたんだ。わあ、このドーナツ見て。一体何よ。ピンクのフロスティング大好き。信じられない。うんうん、教室の中は飲食禁止。バレちゃった。そりゃバレるでしょう。ダメだからね。え？でも食べたい。三人のシュシュでいいこと思いついちゃった。よし、見た目もいいし匂いもいい。この匂いはドーナツ。奇妙ね。騙された。食べてみよう。わお、頭いい。私にもちょうだい。はい、ありがとう。うん、ピンク色のフロスティング。何の音？先生教えるの上手だね。どうも。外寒いし濡れてる。わあ、髪の毛が。でも大丈夫、こんな時はヘアドライヤー。すっきりした。うん、いい感じ。ん？なんか変。跳ねないでよ。もうイライラする。どうにかならないかな。そうだ、これ使える。意外と難しいかも。諦めるしかない。もしくは絶対にダメ。他に何かできることは？このアロエ使ってみようかな。よし、これでいける。まずは中身をマスカラのブラシにつける。少しで OK。 これでいいかな。あとは髪の毛を溶かすだけ。アロエはヘアマスクになる上に固定してくれるの。波の形にしてみよう。反対側もね。わあ、素敵。しかもスタイリッシュ。次のために覚えておこう。まだ月曜日なんて信じられない。わあ、彼かっこいい。うそ、私に手を振ってる？ハロー。え、なんで向こうに行っちゃうの？私バカみたい。本も落としちゃったし最悪。え、あれは何？誰かの落とし物かな。でも見つけた者勝ち。誰にも見られていないし。え、なんだろう。わあ、運が向いてきたかも。
メガネがなくても目が見える。これで何かが変わるかな。誰か私のこと気づいて。わお、一緒に教室まで歩かない？は、興味ないわ。はあ、彼あそこにいるわよね。私の存在すら知らないなんて。はあ、すごくスマート、大好き。うわ、彼女？ Hey. Uh-huh. 何がいいんだろう。綺麗だから？私には無理。やっほー。うわ、真ん中なんて最悪。君が近くにいてよかった。私ここにいるんだけど。はあ、元気かい？はい、手紙を書いたの。これ渡して。え、彼に？ほら早く。何よ、私郵便配達員？なんて書いてあるんだろう。え、嘘でしょ。こんなの渡したくない。ほんと最悪。はい、うん、なんだ。なるほど、キスを送ってくれたのか。僕からも。うん、学校って本当に大変。こんな感じで生き続けるのもう嫌。わあ、かわいい。かっこいいね。チュチュチュ。疲れた。私も綺麗になりたいな。ふっくらした唇。自分でどうにかするしかないか。うん。髪の毛にボリューム感を出すとか。そうだ、口紅もいいかも。たくさん使おう。ゴージャス。唇の跡を残さないと。ブッチュー。え、唇薄くない？もう、うわー、なんでこんなことに。口紅なんて大嫌い。うん、イライラする。髪の毛も邪魔だし。あ、そうだ、これ唇に使えるかも。血液を送らないとね。うん、これでよし。あとは待つだけ。もういいかな。うん、いい感じ。唇がふっくらした。薄い唇より全然マシ。完璧、自信がみなぎるな。うわ、またいる。何が面白いのかわからないけど、まあいいや。うん、これでどうかな。あ、これはなんだ。わお、キスをくれた。また後でね。うん、新しい子かな。ちょっと、それちょうだい。待って、違うんだ。やっと一緒に過ごせるね。嬉しい。わあ、ありがとう。キスしてもいい？うん、うん。え、今の何？もう来た？寝過ごすなんて信じられない。なんで目覚まし時計鳴らなかったの？もう、うん、もたもたしてる時間なんてない。待って、肌がひどい。落ち着いて、どうにか直さなきゃ。目のクリームを使おう。え、ない。冷水をつけるしかないか。うわ、冷たい。もう、これならいけるかな。目の腫れ収まって。ああ、うん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 、痛い。まだダメ？あ、ピンポン？すぐ行くわ。誰かしら。はい、どうぞ入って。こっちに来てね。ここで待っててくれる？すぐ戻るわ。はあ、何をしてもダメみたい。他に方法ないから。サングラスで問題ない？どうやって入ったの？まだ見られてない。あと数分だけ待ってて。あら、
何をそんなに怖がってるの？ママ放っておいて。まったく高校生はどうしたの？この顔見て。私も経験あるわ。そうだ、いいこと教えてあげる。いつも友達とやってたの。必要なものはキュウリとスライサーだけね。全部すれたらコットンを浸す。両目用にね。しっかり染み込んだら準備 OK。 涙を拭いて。何？これ使ってみない？アイパッチ？わお、冷たくて気持ちいい。ほら、冷蔵庫から出て。目の下が良くなった気がする。もういいかな？どう？わあ、普通に戻った。よかった。お待たせ。でも待ってよかったでしょ。わあ、いい匂いがする。ああ、足りるかな。さすが自分、まさに芸術作品。イエーイ、似合う。開ける、閉める、この髪型いい感じ。ふっふん、おばあちゃん、クッキー作ったわよ。私これからパーティーに行くの。また後でね。ごめん。何のパーティー？本当に行くのかい？うん、こっちの方がいいわ。おばあちゃん、やめて。ちょっと動かないでね。もうストップ。大丈夫だから。まったく高校生は。頑張ってクッキー作ったのにパーティーの方がいいなんて。あ、カバン忘れてる。追いかけないと。あらあら、ここかな。ああ、いた。待って、カバン。やれやれ、昔ほど早く足が動かない。こんにちは、孫がこれ忘れたの。私に言ってもいい？生徒しか入れないわ。わかるけど大切なの。鏡？何のため？理解ができない。シワが問題だって？しょうがない、対応がひどいわね。助けたかっただけなのに。うん、この中に化粧品入ってるかな。どれどれ。ん？この機械は何だい？恐ろしいけど試してみよう。意外と気持ちがいいかも。肌がすべすべになった。わお、大冒険した気分。綺麗になれた。もらっちゃおう。ん？これは何？セーター？ぴったり。他に使えるものは。おう、ストップ。見覚えがある。どこだったかしら。いいわ、中に入って。ふっふー、ハニー。え、おばあちゃん？さあや。はい、カバン。ついでにこれも持ってきたの。おばあちゃん、どうしろって言うの？あ、でも人が集まってきた。新しくてきらびやかな服で出かける。これ以上の贅沢なんてないでしょ。この瞬間が最高すぎる。おや、あれはハト？やあ、小鳥ちゃんたち。ちょっと待って、私の新しいブラウスが。あ、シャワー浴びなきゃ。あ、助けて。大丈夫だから腕上げて。わかった、すぐに脱がしてあげるね。次はボトムス、もしくは新しいドレスって呼んだ方がいいかな。さっとハサミを入れるだけで新しい服の出来上がり。よし、腕を通して。
わあ、統一感を出すにはこのベルト、あなたの方が必要みたいね。あと少しで完成よ。うっ、それぐらいでお願い。ねえ、この新しい見た目も悪くないじゃない。むしろさっきのより可愛くなった。ありがとう。お礼はいいから、さあ行った。そうだね、目立ってきなさい。これこそ歴史に残る女子ハックだね。でも風には気をつけて。うん、うん、日曜の午後って好きだな。よし、いたぞ。これをあなたに。どういうこと？え？私の彼氏、何してるんだろう。しかもこの女誰だろう。彼女のこといやらしい目で見ちゃってさ。信じられない。信じるしかない。カメラは嘘をつかないからね。ああ、おいしい。次にどう出るかは君次第だ。そんな、こんなのひどい。やあベイビー、サプライズだよ。サプライズ？そりゃよかったわね。君にだよ。私からもこれ、あなたに説明してくれるんでしょうね。ねえ、話しなさいよ。嘘でしょ？もう、バイバイ。男ってめちゃくちゃ、ちゃんと見極めておくんだった。彼に愛されてなかったなんて、ひどすぎるわ。あら？ケビンからだ。私とデートに行きたいって？嬉しい。彼に私の写真送ってあげよった。うわ、何このアライグマみたいな目。ウォータープルーフのマスカラつけとくべきだった。取れないよ、お願い。こっちの状況は？マスカラ混じりの涙。今行く。また私だ。まずはこいつは視界から外すんだ。何してるの？時間はかけない。やめて、お願い。ただのテープだよ。そういうこと。じゃあやり方を見せるよ。テープを貼ったら影色を選ぶ。こんな感じにまぶたの際につける。反対側も忘れずに。いい感じだ。よし、完了だ。どう？崩れたマスカラは消えた？すごい綺麗になった。ああ、そうだな、いいと思う。そろそろ行かなくては。本当にありがとう。え？私だよ。ほら、一緒にいてあげたくてさ。うそ、大したことなかったね。じゃあね。やっほ、元気？え、待って、今の何？わからないんだけど。ねえねえ、ミンディ？何？そのお尻、スカートにくっついちゃってる。やばい、あははは。ふぅ。ここにはいられないよ。ミンディ待って。うん、どこに行けばいいの？誰にも後ろ姿見せたくない。ミンディ、大丈夫だから。聞いて、私予備の服持ってるの。待ってて、持ってくるから。確かここら辺にあった。ほら、これ使って。合うと思うよ。うわー、ありがとう。履けるかどうか見てみて。よし。新しきを得るには古きを捨てろってね。ああ、でもちょっと問題ありかも。あら、これだと緩すぎる。ちょっと考えさせて。わかった。ボタンの位置を変えればいいんだ。ベルトループに通せばいいだけ。あとはいつものようにボタンをかけたらね。え、すごい、信じられない。おっと、よし、行こっか。チームワークが夢を叶える。もう何でも任せて。その調子。わあ、すごい。
うん、この笑顔は親しみあるかな。よし。ああ、携帯が。え、6時からパーティーがあるって？すごい！行く？もちろん！やった！でも時間はあとどれぐらいあるの？1時間もないね。つまり早急に準備しなくちゃだね。わかった。やる気に燃えてるよ。どっちが早いかしら。準備はいい？位置について。よーい、スタート。気をつけて線を乱さないように。厚塗りしすぎた？眉毛は完成。うん、私も頑張らなきゃ。この線をまっすぐ描いて、そして反対側もね。そうしたら終わり。そうくる？こっちだってアイライン描くよ。勝利をもたらす羽の生えた目。落ち着いて。落ち着くなよ。うん、遅刻しちゃうよ。よし、アイラインも終わった。よし、サニー急ぐのよ。完了。私の番ね。持ってくわよ、ベイビー。あ、まだおでこがあった。ミンディ終わりそう？よし、グロスは時間かからないからね。ほらね、できた。プレッシャーすごいよ。うん、リップライナーはいつも時間がかかっちゃうんだよね。でも気をつけて塗れば大丈夫なはず。よし、あと少し。次はグロス。ゴールはもうすぐ。今日はグロスたくさん塗っちゃう。いいね、いい感じになった。あと10分。青色のまつげ気に入ってもらえるといいけど、オレンジを引き立ててくれるからいいでしょ。うわあ、すごいゴージャスなまつげ。こうやって作ったの。まずブルーのアイシャドウを削って、それを透明なマスカラ容器に入れる。ブラシを戻して中身を混ぜ合わせるの。そうしたらクリアの色から青に変わるよ。あとはしっかり混ぜたら、丸々1本出来上がり。わお、とっても簡単。あ、5時55分だ。行こう。赤みを少し。いい感じ。次は口紅。この色大好き。唇が際立つわ。真ん中の部分を厚めにしてキュッと合わせればパーフェクト。うん、次はライターな気分だわ。アイシャドウはカラフルに。うん、何なの？ストップ。あ、あなたは誰？メイクアップポリスだ。え、アイシャドウなんてダメ。ちょっと、どういうことよ。これを試すのよ。何もかも解決してくれるわ。これ、一体何？まぶたの上に塗るの。そして、さあ見て。すごいわ。どうもありがとう。ただ仕事をしただけよ。さ、パトロールしなくちゃ。なんて便利なハック。秘密にしてね。うーん、私がユニコーンに乗る番よ。え？もう今のは何？ああ、目が覚めた。ああ、朝は本当に苦手。わあ、これ何？デートですって？着替えなくちゃ。こんな状態誰にも見せられない。何か可愛い服は、この中かしら。さてと、ダメ、違う。こんなの着てたっけ？おう、これは良さそう。うわあ、とっても似合ってるじゃない。早く見せびらかしたい。これでデートは成功。ちょっと待って。うえ、すごい無駄毛。あー、最後に剃ったのいつだっけ。なんとかしなくちゃ。カミソリくらい持ってるわよ。うえ、これじゃ使えないわ。他を試さなきゃ。大丈夫、バックアップがある。ちょっと動いて。もう壊れてる。ハサミを使うしかないわね。ダメ、うまくいくはずない。どうしてこんなことに。デートをキャンセルしなくちゃ。ひどいわ。あら、お嬢さん、しかめ面がお似合いです。コット、どうやって入ってきたの？メイクアップポリスよ。美しくない犯罪を捜査してるの。
この問題ならすぐ解決できるでしょ。 10-24 読んだことがあるわ。でも本物を見るのは初めて。それは何？魔法のゴッドワックスよ。その脇をツルツルのピカピカにできちゃう。さあ始めましょう。ワックスパレットを入れて、これくらいね。蓋をしないと。温度を上げて少し待つ。はあ、デートがあるのよ。ほらできた。ワックススティックを浸して棒の先につける。これをシートに塗って。ちょっと待って。うわ、とてもクールね。脱毛タイムよ。お願い。かなり難しい仕事になりそう。研究室のみんなに聞かせなきゃ。あは。準備 OK。 行くわよ。あ、ちょっとこれ見て。これは検査に回すわ。気に入った？すごい、ミラクルな職人技。どう礼を言えばいいか。待って、信じられない。何？どうしたの？あった、すっかり忘れてた。まだワックスがあるといいけど。ちゃんと準備してるわ。何でも持ってるのね。デートの準備万端。楽しんでらっしゃい。嘘、彼女消えちゃった。もう会えないのかしら。あった、行かなくちゃ。大変な日だった。やっと帰ってこれたわ。これでゆっくりできる。ハードな練習だったわ。うん、睡眠が必要ね。もうヘトヘト。あら、化粧落とすのを忘れてた。疲れるとついぼーっとしちゃう。でも簡単よ。さっと拭くだけで完了。え？ああ、髪も。ゴムを外して。待って、取れないわ。櫛を使えば。う、取れない。ああ、痛かった。え、ゴミ箱行きよう。じゃあこうしましょう。カットするだけ。最初からこうすればよかった。待って、大事な髪が。なんてことを。あ、誰か困ってるよね。ハロー。知らない人がいる。私よ、さっき会ったでしょ。まあいいわ。メイクポリスのミンディよ。事件に大きさは関係ない。うん、メイクポリスね。でどうしたの？ヘアゴムが取れないの。これ見て。うん、どれどれ。ああ、なるほど、またこのケースね。それで何をするの？信じて、私に任せなさい。いらっしゃい。本当に大丈夫？ストップ。リラックスして、ストレートアイロンをゴムに当てるの。これで消えるのよ。まるで魔女ね。だといいわね。平凡なメイクポリスよ。熱がバンドを外してくれるの。早くて簡単でしょ。便利な小技よ。はい、これで終わり。本当にありがとう。綺麗なストレートになったわ。美容のために睡眠を取らなきゃ。オッケー、じゃあね。いい夢を。またね。はあ、この時間を待ってたの。ふぅ、もっと快適にしてあげる。また一つ解決。いつものようにね。美容院に行かずに髪の毛の色を変えたいって？私に任せて。ヘアブラシにヘアカラーをスプレーしたら、いつものように髪の毛を溶かせば OK。ヘアカラーが髪の毛に映るの。こんな感じ。いろんな色が使えるよ。簡単で見た目も最高。染めるのに高額を払う必要なし。素敵だと思わない？このマスカラ気に入った。次は、そうだ、わあ、かわいい。何かよ。あっち行って。意地悪、ケチすぎる。あー、いいこと考えた。メイクの続きっと。コンシーラーをつけて、静かに静かに今のうち。ナイス。うう、これ使おう。やめて。私の化粧品いじらないでよ。でもたくさんあるじゃん。ビーだ。でもこれがあるもんね。綺麗になれるかな。何につけようかな。直接顔につけちゃえ。こんな感じ。
よし。手は使いたくないな。他に使えるものはない？あ、この風船。やってみよう。風船を膨らませたらしっかり結ぶの。これでメイクができる。やった、大成功。ふむふむ、いい感じ。もう少しなじませよう。あれ、コンシーラーは？待って、ちょっと何してんの？渡しなさい。なんでいつも取り上げるの？風船もいる？あら、メイク上手ね。次からはこれ使ってみよう。見てみる？ありがとう。メイクのお直し、眉毛をもっと綺麗にしたいな。アイブロウペンシル持ってきてよかった。あ、教室に行かなきゃ。今度こそ遅刻できない。おはよう。ゆび面白い。一体何なの？あ、ごめん。本が、大丈夫、手伝ってあげる。はい。逃げなきゃ。変なの、歯になんかついてる？大丈夫そうね。みんな見ろよ。わお、まるで顔に芋虫がいるみたい。ひどいな、教室間違えちゃったみたい。みんな静かに。ギャビーはいた。早く、お待たせ。今ね、信じられないことが起きたの。今日のメイク面白いね。はい、見て。うそ、眉毛が太すぎる。助けてあげる。眉毛にジグザグの線を入れたらアウトラインを描くの。色を塗りつぶしたらしっかりめの眉毛に大変身。アイブロウのブラシで毛を整えたら完成。これできっちり整うの。できたよ。どう？よかった、普通に見える。ありがとう。私のこと見ないで。助けが必要みたいね。私に任せて。そんなに難しくないはず。リップだけだし。ゆっくり慎重に。みんなどうやってるの？全然ダメ。もはや意味ない。いつもみたいに完璧。わあ、素敵。アドバイスもらえないかな。ハナ、あの、顔に何かついてるよ。これあげる。ありがとう。リップってそんなに難しくないよ。教えてあげる。好きなリップで唇の真ん中に線を引くの。よくなじませてね。嘘でしょ。ま、見てて。ほら、すごいでしょ。うわ、確かに。私もやってみる。線を引いたらなじませる。いい感じ。楽しい。わあ、うまくいった。ナイスジョン。面白くない？先生混乱しちゃってさ。みんな、うん、なんか言った？でね、もうムカつく。あ、いいこと考えちゃった。じゃあまた後でね、バイバイ。人気者って最高。やっほー。これで仲間に入れてくれるかな。今日から新しい自分。いたいた。あれってピアス？私も開けないと。鼻ピアスにしよう。なに？迷子ちゃん？ピアスを開けたいの。本当に開けるなんて信じられない。はいはい。どれがいい？これ。ほう？
本気で？まあいいけど、痛いかもね。いや、間違いなく痛い。ちょっと後悔してきたかも。クラクラする。やっぱりいつものことね。ほら、やるよ。やっぱり嫌。またか。今週で逃げ出したの4人目ね。新しい仕事探さなきゃ。怖かった。あ、ファイル持ってきちゃった。待って、このクリップ使えるかも。自分だけのピアスを作るの。半分に切ったら、あとは鼻につけるだけ。痛みのないピアス。もしかしてジャスミン？やっほー、ハロー。なんかいつもと違くない？それ鼻ピン？うん、開けてみたの。私も2つ開けたばかり。かわいいでしょ。すぐ開けたくなる。お、やっほー、バイバイ。もっとクリップ探さなきゃ。ブラシオッケー、ペンシルもオッケー。よし、座って。あ、よかった。ずっと楽しみにしてたの。そう、よかったわ。まずは薄いパウダーね。綺麗にしてあげる。次はこのアイシャドウがぴったり。動かないでね、じっとしてて。うん、似合う。マスカラにリップもつけなきゃ。これお気に入りなの。あれ、出てこない。まだ残ってるはずなのに。ああ、ダメだ。ああ、面白い。それにこのラーメン美味しい。このクリスって人最高。あれ、フォークは？これ使える。チューブをフォークの間に挟んで持ち上げたらグロスが出てくるはず。これで最後まで使い切れる。グロスを容器に入れたら、ほら完成。この方が簡単に使えるでしょ。チューブを頑張って絞る必要もなし。ブラシを使って塗れるの。もっと早く思いつけばよかった。いい感じ。よし、完成。わお、どう？わあ、かわいい。上手だね。ありがとう。嘘、クリスからメールが来た。すごく面白くてかわいいの。あ、ステイシーだ。いや、ガリベン。こんにちは。つまんない会話。授業の準備しなきゃ。わあ、スマホがすごい。私のより全然いいな。何？どうかした？私には関係ないけど。ブラシもすごくおしゃれ。私のなんてこれ、古くてボロボロなの。絵の具はこれ、高級品なの。一番いいやつ。羨ましい。私の絵の具は？イーゼルも用意しなきゃ。これは絶対に必要。嘘でしょ？そんなの持ってない。何か使えるものないかな。本気で？恥ずかしいったらありゃしない。何してんの？使えるからいいの。この子から離れたい。私の印象が悪くなる。あ、始まる。わあ、このスニーカーすごい。すごくおしゃれ。羨ましいな。私には絶対買えない。これが現実。待って、いいこと考えた。この絵の具を使って変身させちゃおう。いけるはず。靴紐を全部外したらブラシを使うの。まずは黄色。明るくて綺麗だからね。スニーカーのつま先を塗るよ。全部覆うようにね。綺麗に見せたいから時間をかけるのがコツ。塗り残しがないように。楽しいな。デザイナーになった気分。場所によって色を使い分けるとカラフルなスニーカーになるよ。かかとは黄色。ソールにつけないようにね。丁寧に丁寧に。ぐちゃぐちゃになると最悪だから違う色を使うよ。ベロ革はピンク。
ブラシで均等に塗るの。そうするだけでも違うよ。手先が器用でよかった。ここは少し難しいかも。次はスポンジを用意してね。ベロ皮の内側に色を塗るの。色を染み込ませるようにスポンジでポンポンと叩いて、ピンクの絵の具でも同じようにかかとの内側に色をつける。この作業なんだか落ち着く。しっかり乾かしてね。その間に他の部分の色を塗ろう。どうなるか楽しみだな。みんな羨ましがるかな。全部の靴に色を塗ったらレインボーコレクションが出来上がる。ここは難易度が高めだからゆっくり塗ってね。ピンクはこれで終わり。次は青を使うよ。スニーカーの前部分を塗ってかかとも塗るの。残りも全部青くするのがおすすめ。この色素敵だよね。ここは一部だけ白くしておいてね。絵の具が乾いたら周りを黒いペンで囲む。そうすると絵の具が目立つの。ディテールが大事。線は太く描いてね。コントラストを与えてくれるよ。カートゥーンのように。スニーカーを一周してね。美術の授業みたい。間違いなく100点満点。靴ひもの穴も忘れないようにね。あと少し。ここに線を描いていくよ。完成度が高くなる。ソールの部分も下の方をたどってね。最後はここ。ついに完成。靴ひもにも描いてみたよ。わお、気に入った。私だけのカスタムスニーカー、しかも自作。おしゃれに仕上がってよかった。うん、嘘気に入った。どこで買ったんだろう。こんなのずるい。わあ、私上手だな。ギャラリーに飾りたいなんてね。つまんない。どの絵も全部似てるし。待って、ママたくさん服持ってる。あ、そうだ、ファッションショー。わあ、かわいいな。私にぴったり似合う。他にはこれなんかどう？色が違うな。この洋服かわいい。これにした。早く着てみたい。私すごく綺麗。帽子もかぶってみよう。この洋服に似合いそうだし。見て、私はモデルよ。アクセサリーもつけなきゃ。おしゃれ。これってメイクボックス？わあ、たくさんある。この口紅つけてみよう。色が素敵。ママの真似。こうやってつけてた。大人になった気分。あとは香水だ。匂いがすごくいい。香水はこれで十分かな。わあ、すごくいい気分。そうだだ、しかも好きなやつ。おしゃれしたら喉乾いちゃった。おいしそう。ウェイターがいなくて残念。これって氷？もうない。冷たくしたいからね。十分かな。ああ、ママの洋服にこぼしちゃった。どうしよう。怒られちゃう。もう落ちて。全然ダメだ。どうすればいい？あ、白い絵の具。これで隠せるかな。うまくいきますように。余計に悪くなっちゃった。なんでこんなことに？考えて考えて。香水ってシミに効果あるっけ？ダメだ。こんなのずるい。ステイシー、どうしたの？もうこの世界って残酷。それ私の？一体何したの？ママ。ちゃんと説明しなさい。怒らないで。ママみたいに綺麗になりたかったの。本当に？しょうがないわね。大丈夫よ、大したことないわ。待って、いいこと思いついた。私に任せて。本当に？うん、これを使うの。まずはシャツをこうやって丸めるの。一つの端を折ったら輪ゴムでしっかり固定する。上の方まで全部ね。このくらい開けて結ぶのがおすすめ。
輪ゴムはきつく締めるのがポイント。これで十分かな。大きな容器の中に入れるよ。このくらいの大きさね。その上に氷を乗せる。シャツを覆うように、ここで絵の具の登場。氷の上にかけて、他の色でも繰り返すの。虹を再現したいから、特定の順番でかけてね。細い線を描くように。氷が溶ける前に終わらせたいから、スピードが大事。これが最後の色。わーお、いい感じ。あとは待つだけ。氷が溶けると、絵の具が洋服に染み込むの。染料みたいにね。面白いでしょ。すっごくクール。氷が溶けたらトップスを容器から取り出す。ほら見て。わあすごい。ママ気に入ったよ。私の洋服はもう着ないでね。もちろん。そうだ、どこだろう。こらこら。ママわかったよ。困った時に助けてくれるハローキティの友達が欲しい？この動画を友達と共有するのを忘れなく。チャンネル登録も忘れずにね。